はい、どうも、とりあえずね、一旦ね、スカルトの方、ごめんなさい、スカルトンがね、バイオレットの方に、一応ね、このエザル戻し、終わりましたんで、一応ね、今、10時、まあ、20分近いってことでね、まあ、一応あと30分、40分ぐらいしたら、カットの方からね、また、あ、新鮮情報が出ればね、そのまま動画撮るし、まあ、出なかったらね、のんびり遊ぼうかなって感じになりますんで、とりあえずはね、まあ、自分の定位置に戻って、今回はね、まあ、それで、あ、ちょっと待って、ハルクジラ欲しいだけった。サンキュー。で、じゃあね、今回ね、他人のレード、潜っていこうかなと思います。で、やっぱりね、他人のレード使ってるやつ、もう答え多ければ、ね、ちょっとピクシー育成するか、まあ、天然のラウドボーン育成するか、ちょっとそれをね、考えていきたいかなと思います。どうなんですかね。でもやっぱりまだね、まあ、正直言うと試合始まって、まあ、まだ1日じゃないですか、1時間じゃないですか。だから多分ね、理想を言うとね、多分まだ高齢化しづらいと思うんだよね、現状。だからまあ今日はしょうがないんですよ。ただね、俺正直思うのがね、まあ始まって1週間、特に金曜日はしょうがないんですよ。で、土曜日もまあしょうがないとするよ。俺ね、2週間目の金土日に、高齢化する気ないやつ見てたらブチ切れたくなるんですよね。あれもないけど。まあ1週間目はね、しょうがないなと思うんですよ、まだ。まだね。2週間目はないだろうと思う。まあ、それぞれ行きましょうかね。まあまずね、今回はどんな人たちがいるか、まあ見てからって感じですけど。お、しかも壁張りいいんじゃん。まあ、壁張りはありがたいね。正直理想は。まあ、あと一人して、まあ、ソーブレーズ。いや、でもソーブレーズ。マリルリか。あ、まあ、おそらく装飾マリルリって感じか。あ、まあ、ちょっと行ってみましょうか。これはちょっと行ってみたいな。ちょっと気になるんでね。なるほど。この人はもうおそらくマリルリで攻略者か、まあマリルリでどうにかなったんですかね。まあとりあえずちょっと待ちましょうか。まあ残りソーブレーズだけなんでね。何これ？あ、ブリチェラスか。あ、びっくりした。一瞬誰かと思ったらロンドン橋か。え、大丈夫なの？ロンドン橋。あ、でもそっか。ロンドン橋って物理が自動的に上がるっていうと、あれなんで、まあ、悪くはないのか。これ多分ね、壁は張ってくれると思うんだ、あいつが。だから俺先挑発っつわ。あ、お前も挑発なの？嘘でしょ。まさか挑発かぶるとは思わなかった。マジか。その挑発はありがとうだな。じゃあ気合止めさせてもらって。急所は痛い。ゲロ急所は痛い。お、しかもマリルリ、おい、日本人改造じゃねえか、そのマリルリ。とりあえず一発粉コブぶっ込む。これちょ、壁があるから急所に当たんなきゃ落ちないんだよ、絶対に。お、冷水ナイス。多分半分は湯で回復できる。ギリギリか。誰にワイドブレイカー打ったの？ジョーカーって多分あれか。あ、なるほど。そういうことか。ワイドブレイカー同時に全員打ったのね。ただまあ、どっちみち俺リセットかけられるから関係ねえんだよな。これブリジュラスはどういう方なんですかね。おそらく持久力型のブリジュラスなんかなっていう感じはするんですけど。これやばいな。A4 段階か。ちょっと痛いぞ。A4 段階はだいぶ痛いっすね。そんな入るよな。だよな。入ると思った。まあ全回復できるからいいや。でもこれマジでブリジュラスが気になるの？これさっきから鉄壁しかしてない気がするんだけど、まあ別にしなければね、全然問題はないんで。あ、まあ竜舞は痛いけど。
まあ、ちょっとその理由前はいてまあリフレクターはね、多分、また、なんだっけ、壁張りがやってくれると思うんで、まあ、そこはちょっと壁張りにかけるしかないんだけど。なるほど、リュウナがどう思ってたんだ。まあ、今回はそうですね。まあ、改造のマリルリだけど、まあ、それなりにね、使える改造だからいいけどさ。まあ、日本人ででも改造使ってる人って、まあまあ珍しいっすね。で、これであの、あれですね、壁張りが、なんだっけ、あれしてくれてるんで、なんだっけ、めちゃくちゃリュウマ意味ないんですよ。ただ、できればワイドブレーカー打ってほしいんですけどね、俺には。ワイドブレーカーナイス。これマジでさ、急所にさえ当たれば壁ごと全部持ってけね。多分無理か。だってこれで映画2段階、急所に当たるタイプ1補正2倍でしょ。無理かな。OK ナイス。急所に当たんなくても持ってった。すげえ早い試合終わんの。7分かすげえな。動画始まって7分、多分実質試合時間6分ですね。今6分40秒なんで、多分6分、まあ5分半ぐらい。マジか、早っ。あー、オッケー、まあスパイス1個か。まあ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 。まあまあまあ。まあ、マリルイか。まあ、あとちょっと二人見てみましょうか。おお、セグレーブか。セグレーブちょっと不安ですね。ミュウツー。まあ、ミュウツーもちょっと不安だけど。あ、マタドガスか。まあ、ちょっと行ってみましょうか。え？マタドガス？うわー、ちょっと待って。マタドガスはちょっとやばくない？あ、これ負けたわ。ごめん。これちょっと、あれっすね。さ、とりあえず、新しい入ったんですけど、うわ、またガラマタドガスいんの？まあ、ヒスヌメ、なんだっけ。マギアナか。マギアナは多分ね、ボディプレが当たると思うんですよね。確かマギアナ自体はね、ボディプレ覚えるんですよ。ただ、マギアナのソウルハートって、ソロじゃないと意外と生きない特性のはずなんだけどな。マギアナ、マギアナ。そうですね、マギアナ、あ、とか、一応ドレインキッスも覚えるんだ。で、おそらく、鉄壁しながらドレインキッスになるんですかね、型的には。俺、マギアナどこだっけ？確かもう一体いるはずなんだけど。あれ、おかしいな。原色のマギアナがどっかにいる。あ、いたいた。多分、マギアナ、そうですね、ドレインキッスしながら鉄壁だと思いたい。あ、そうですね、鉄壁からのドレインキッスか。なるほど。まあ、悪くはないかなと。問題は、ごめん、ガララマタとかさ、無理だ。ガララマタガスが多分、特性知らないんですよ。ただ、ガララマタガスって圧倒的に、その、なんていうの、全フィールドのポケモンの特性をパーにするって特性なんですよ。だからレジギアスとかケッキングでいいんですけど、普通にうちらの特性パーにされたらたまったもんじゃないんですよ。だからこれ申し訳ないけど落ちるわ。まあこちらもおそらく、まあ天然型って感じですかね。天然ラウドボーン。あ、でもこのエザルいるわ。マルセウス、このやつ、このやつと。じゃ、ちょ、これって参加するわ。このやつ2体はちょっと見物っすね。また部屋、あ、このやつ2体か。またアルセウス次第か。
ラウダモンおそらく天然なんで、まあ、天然だとラウダモンじゃあの回復技持ってるのかな。で、アルセウスもおそらく、まあ、自己再生持ってるし、で、うちらは多分ドレインパンチ持ってるんで、一応ね。まあ、俺はドレインパンチ持ってませんけど。まあ、でもそれから安らぎず持ってるんで、貝殻ですか。まあ、じゃあ、あ、まあ、どっち ?30 秒、まあ、30秒カットしましょうか。結局ラウドモンド誰になったんだ。あ、この人だろか。俺にリフトも来たの。うわ、それ言ってー、そのリフトもめちゃくちゃ痛えな。とりあえず挑発だけ先ぶっ込まさして。あー、まあとりあえず竜馬一発やられちゃったか。まあまあこれはしょうがねえや。この竜馬はまあ致し方ないとするしかねえけど。とりあえず気合ダメだけ一発しよっか。うわー、危ねえ。危ねえ、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 危ねえ。あ、思ってる回復ゲームがあったら終わった。これ完全に負けましたね。ごめんだな。なんでここ技2発食らったんだろう。それがわかんねえ。いやでもそうはねえよな。リーフストーンまさかの4分の1飛んでくると思わなかった。リーフストーン投げたらどうにかなったんだよな、ぶっちゃけ。いや、これは申し訳ねえ。とりあえず気合いだめも一発だけぶっ込んで、なぜか破壊光線してるバカがいる。まあワイドブレーカーは安いからいいや。ワイドブレーカーは安い。バカじゃん、壁張ってる時に鬼火効かねえよ。何やってんの。あ、なんであれ打たないの。まあまあ、やけどしてくれたからいいけど。OK、ワイドブレーカーないっす。それでかい。あいつ、ドレパン持ってたんだ。すいません、ちょっと先にテラスから切らしてもらおう。オッケー、急所に当たった、ナイス。よかったよかった。とりあえず、ね、一発は一番最初のうちの俺だけど、まあまあちゃんと戦ったぞ、俺だぞ、これでも。しょうがねえな。初手のリーフストーンがまさか俺んとこ飛んでくれなかった。せめて正直に言う、ラウドモンにやってくれよ。あいつ炎タイプなんだから。まだマシだよ、一番あいつ。まあ、どっちに凍らそうっすね。
オッケーオッケーオッケー。よかった、なんとか勝ちて。危うく先輩になるところだった。まあ、ギリギリセーフですけどね。おー、塩スパ2個か。まあ、これはまだそうですね、でかいけど、よかった、勝ちて。ハバカミかムーマか。ちょっと俺最近ね、ムーマとハバカミの区別つかなかったんだよ、マジで。あのドンファンとかさ、あっち系だったらまた区別つくんだけど、ハバカミがマジで区別つかないの。ドラパルトはないと思う。ハバカミはまだいいや。ドラパルトはねえだろ。あー、ピクシーか。あー、全然いい。ただ俺ピク、あ、そうだ、俺ピクシー持ってるかな。ちょっと見てみようか。多分バイオレットだったらピクシーいるんですよ。昔使ってたんで、あの水テラピクシーとかって調子ぶっこいて。マジ強かったんですよね、一時期のピクシーが。ただね、天然だとは思うんだけど、あー、まあ性格が気まぐれとでもいいや。これは、あー、まあ瞑想積んでムーンフォースか。マジックガード天然じゃねえから育成し直しっすね。しかも完全にこれ、まあ完全に物理あのさね、物理、あのなんつうの、あれ系対特化みたいな感じですかね。まあこれ言ってみるか。まあ幅、まあ鉄の回でもいますしね。最初のリーフストーム俺のとこ飛んだけなければまあどうにかなるんですよ。俺のところ飛んできたらもうごめんなさいですからね。それは申し訳ないけどごめんなさいさせてもらおうか。でも初手に挑発入れてるだけまだあれですからね。まとまったんですからね。俺基本的に初手から挑発なんか基本的に打たないでも人種なんで、まあ、とりあえずカットするか。ヤドキング改造じゃねえだろうな。どこ行った？俺んとこかーい。よし、しょうがない。挑発だけ打とう。あ、リフレクターナイス。サンキューピクシー。やっぱり改造か。だと思った。だとしても壁張ってこのダメージ結構入ったの？ああ、急死なだったら話は変わる。そりゃしょうがねえや。いや、急死なだったら一発あると思ったんだけどな。急死な当たるか、そこで。いや、申し訳ねえ。いや、でもどう考えたってね、正直に言うけど、たかがリーフストーンのために D に触れねえんだよ。これに関しては AB ブッパに関してはしょうがないと思う。とりあえず気合ダメして、なんかダメだ、急所になんかすんげえバッカバッカ当たるんだけど。ハバカミもとうとう落ちた。これさ、俺、リュウマイ挑発で防いだからさ、ラッキー回復サンキュー。え、でもって、ん？だよな、あ、2段階入っちゃってたのか。あ、2段階か。いいや、とりあえずもう、ごめん。これ俺のせいかもしんねえけど、しょうがねえや。
どっちみちあれなんだよな。草タイプのポケモンに水タイプ出してるバカもいるから、その時点で話はご破談なんだよな。申し訳ねえけど。これででも映画に段階があるけど、多分こっからもう間に合わねえと思うんだよな。なんででもこいつ草タイプの子がやってる水タイプ出したのかね。このコナンとかってやつ、バカかよ。まあ、俺が一番最初にさ、ぽっくりってっからさ、文句は言えねえけどね、俺も。俺も文句は言えねえよ。でもさ、あそこで教室に入るとは誰も思わんやん、普通。回復三球。ああ、幅紙落ちちゃったんだ。マジか。幅紙でも落ちんの？いや、申し訳ねえ。これは申し訳ねえ。いや、でもね。4分の1のリーフストーンも当たる確率と、急所に連チャンで当たる確率考えたら、もう無理。それは無理。それは防ぎようがねえ。そもそも4分の1のマジでね、あのリーフストーンがね、俺に来なきゃいいんだけどさ、2試合連続で来るじゃん。それはもう防ぎようがねえんだよな。25% に関しては申し訳ないけど、運ゲって言い訳しかつかねえ。俺の中では。まあ、あと1試合だけやりましょうか、しょうがないんで。まあ、これは申し訳ないっすね。でもね、意外とね、このあたり使えるんだよ、ぶっちゃけ。一番最初にアイスで飛んでこなきゃ。しかも、挑発したのにさ、まあ、このあたり S が遅いんでしょうがないんですけど、挑発がさ、意味ないんだよね。まあ、ザシアン・ラブトロス、このエザルか。まあ、悪くはねえんだよな。フェアリー、フェアリー。まあ、このエザル自体、このエザルね、ラブトロス自体が、特性確かあるかな？ラランテスと一緒？なんだっけ？ラランテスと一緒。逆上じゃなくてなんだっけ？なんかそんな感じなんですよ。あの、バカジカルとか打つと、8B が自動的にあの、ヘルハズが上がってくるんですよね。だからラランテスがね、マジで強かったんですよ。あの、一時期。なんだっけな？逆上じゃなくて。なんかそんな感じの特性なんですよね。あの、なんかその、とりあえず、あの、下がるやつが上がって、上がるやつが下がるって感じなんですよ。だリーフストームぶっ放すと C が2段階上昇してくし、バカ力打つと A と B がどんどん上がってくってね、すんげえ面白いですよ、ランクマやってたら。昔結構ロスでラランテ使ってましたよね、俺。懐かしいな、いつ頃だっけ、多分去年の話なんですけど。あの頃一時期ラランテスがマジで強かったですからね。なんでまた俺なの？これさ、なんでさ、その4分の1が3回連続当たるってどういう確率？この野郎。一応挑発だけぶっ込んでやる。まあ、球種に当たらなければやっぱりギリ耐えんのか。まあ、ギリ、ほんとちょっと炭入れだけどさ。ごめん、これ回復せずに落とすわ。もう落としちゃった方が楽。もう4分の1のリーフストーンがあるそんなポンスコ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 当たるだけでもっちゃだらねえんだこの野郎確かに。いや、ラブトロスも落ちたのか？もしかして。いや、この A4 段階はマジででかい。
誰か落ちた。マジ？マリルリか？多分。オッケー、これで A6 段階いい。いや、A6 段階はでかいぞ。あ、じゃあ A3 段階か。1段下がってみたら、そう、3段階が失礼しました。もう計算ができない、頭いかれてて。いや、マリルリマジで腹だけこれ以上すんなって、お前知らないぞ、押しても俺。なぜヘドバク？ヘドロ爆弾は想定外だな。とりあえずなんとかテラスタルまでは切れた。急所一発に当たってくるとでかいんだけど、なぜか俺のテラスタルが反応遅い。これさ、このラグなのかバグなのかマジで直してほしいんだけど、いい加減。いや、なんかマリル落ちた音したな。うわー、マリル落ちたんだ。じゃあもう無理だね。いやー、しかも急所に当たんねえのか、運悪く。いや、違う、ザシアン落ちたの？マジか。まあ、とりあえずじゃあみんな1回は落ちた計算になるのか。しかもマリロリ2回だろ。俺1回だもん。まあそうですね。まあでも、マリロリがないんだよね、やっぱり。特にカミネルパンチ持っちゃってる以上、マリロリって水タイプ持ってるんで、テラスル切るまでにカミネルパンチ食らいまくったら多分飛ぶんですよ、余裕で。今何分？あと10分か。まあそうですね、あと10分で終わる、そうですね、可能性ないんで。まあここそうですね、まあ特に言っちゃ悪いですけど、まあもう2連チャン、まあ、3連チャンか。3連チャンで一番最初のリーフストーン飛んでくるんで、これちょっと想定しねえし。まあしょうがないんですよね。でも一応あれ D は鍛えてない？ぶっぱいしなかったらごめんなさいね。あ、一応鍛えてるわ。一応腐っても6V にはしてるんで、まあ、そこまで文句言われる筋合いもないと思うんですけど、まあこれはしょうがねえと思うんだよな、どうしても。うん、まあそうですね。まあ皆さんもね、一応まあもし使うんだったらね、AB ブッパのこれで、まあ悪くないと思いますよ。ただまあ個人的にはそうですね。まあでも今日意外とやっぱり思ったのが、まあ一番最初の試合、まあ壁張りの、オーロンゲがいて、で、まあ俺このエザル使ってたか、あと二人何使ってたか覚えてない。で、2試合目に関しても、まあアルセウスいて、覚えてない。で、3試合目、4試合目、まあ、俺がそうですね、初っ端から負けてポッコスコで申し訳ないですけど、でもね、どちらかというとね、そこまで特殊に全振りした、まあピクシーは言ってましたけど、まあ改造ボケもいたりとか。そうですね、だから特殊にそこまでなんていうのかな、全振りされたっていう感じの、まあ、パーティーっていうわけでもないんで、そうですね、個人的には意外と、まあそうですね、やっぱり誰かしらが補助ポケモン、壁張ったりとか、まあ、挑発、まあだから本当に言っちゃうけど、いたずら心持ったあのオーロンゲ、あいつはマジで強かったんですよね。まさか挑発持ってくると思わなかったんで、すげえ、まあ、使えたなって感じだったんですけど、そうですね、長時間かなと思いますね。まあ、とりあえず一旦ね、あと10分したら、そうですね、N ゲージの動画撮るか撮りたいんでね、まあ、そっちの準備をしつつ感じで、一旦終わらせたいと思います。で、私、ゲントでお会いしました。ありがとうございました。